内海利勝ラブ&ピース同じ空の下から。 This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 PCI ジャパン。アグラテイスーポンオイルハイコースーポーレアダユゲンスーポーレカミユゲンスーポンヒトスジサジュネン横浜のゲアグラテイオレオワオ横浜のげあぐら亭 .com で検索してください。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。PCI ジャパンではエグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、 EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞお気軽にお越しください。はい、こんにちは。はい、ね、一週間のガブサダ。ね、今日はなんと、うん、ね、大量に大量に大量にゲストですみたいな感じでね。うん、我がね、うん、エアプレーンレーベルから、出します。ようこそいらっしゃいました。グレイハウンズってね、バンド名でいいんですよね。はい、グレイハウンズがね。グレイハウンズの皆さんです。ご一行様です。こんにちは。よろしくお願いします。にぎやか、全てが輝いていた50年代は、うん、恥ずかしい、ね、なんか珠玉っていうのかな、これな、須玉、ま、須玉まですか、珠玉ですよね。すいません、はい、あ、適当なこと言っちゃった、はい、のオールディーズナンバー、うん、まあだから50年代だから、俺のちょっと上の世代だけど、まあ、うん、俺も好きで聴いてたからね、あのニール・セダカとかさ、あ、うん、あれですよ、いっぱいいました、ね、いっぱいいましたね、まあ、たっぷりとね、これからね、にぎんにぎしくにぎやかに行っていただきましょう、ね、ということでね、はい、これは、うん、9月8日オンセールということで、はい、今日はまだ早いですよね。はい、明日です。そうですね、明日、明日ですか、はい、明日、はい、前日ですね。ね、うん、じゃあここでかけるの初めてですか、うん、ではない、はい、そうですね、すごい遠くの方で語られた、あ、そうですか、あ、そうですか、ね、あの FM の、ね、そうですね、自分のがちょっと地元の、じゃあとりあえず1曲ね、うん、聞いていただきましょう、ね、うん、じゃあの皆さんでもどなたかちょっと1曲目、はい、紹介してください、はい、うん、それじゃあ、うん、ロネッツというね、あとはロネッツっていう方たちがやってるんですけど、うん、そちらを、まあ、うん、カバーというかコピー、はい、ナンバーお届けします、はい、ボーカルの真ん中で歌います、うん、そうですね、わお、僕が歌ってたらちょっとびっくりしちゃう、はい、行ってみましょう Be My Baby、 わお、はい、違った、違った、違う、曲が違ってた2番じゃない、2番、え、2番なってる、2番でしょ、2番ですよね、1番、1番、
1番だった。ごめんなさい、間違えちゃった。ね、じゃあまあ、これはこれで、あの修正しましょう。あとでこれは聞いてたの。次じゃなくて、次。私が間違えた。次は。あ、次は4のままでいいです。4のままでいいです。はい、ダイヤの。はい、ダイヤの。え、2枚ベイビーどっかに入れましょう。最後に一番次に入れましょう。次に入れますか。次に入れますか。はい。次に Be My Baby、 あの 1を、トラック1を、うん、すいません、うん、はい、じゃあスペシャル、はい、プレゼントで、はい、すいません、はい、大丈夫です、ごめんなさい、歌ってたらびっくりします、めっちゃくちゃ笑ってる、僕が歌ってました、歌ってました、 あ、そうなんですね、10センチぐらい、あ、はい、で、喋る方も10センチぐらい近づいて、はい、全面的に謝ります。いやいやいや。大丈夫です。危ないです。我慢できるから。懐かしいな。聞いてたなこれ。いい曲ですよね。いい曲ですね。また編集があるね。またいいんだな。あら、よくできてる。本当に。うん、次に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 、ごめんなさい。はい、ちょっと謝ります。謝る、謝ってください。はい、お願いします。はい、キルタミエコ、キルタミエコとかね、だってその時代は生まれてないでしょ。生まれてはいないですね。生まれてはいないですね。はい、みんなも生まれてない、はい、ごめんなさい、私が ね、 、はい、ね、あの選曲のね、ちょっとね、番順番間違えて Be My Baby じゃなくて、ね、今何でしたっけ、今素敵な16歳っていう、ね、これも、これでもね、偶然ですけど、うん、大好き私ね、もうよく聞いてましたよ、うん、俺が中学の時かな、うん、ニルセダが、あ、ね、ちょっとスペシャルにプレゼントということでね、うん、はいはい、あ、ハッピーバースデーだった方にもね、ね、よかったですね、あ、サチコちゃん、そうだ、ね、ハッピーバースデーだったんで今のプレゼントにしちゃった、うん、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、サチコちゃんということで、ね、グレーハウンズってのはもうこのメンバーはもう古くから同じメンバーですか、それぞれ、それぞれ、うん、それぞれ、もういろいろやって、バンド自体は17年、バンド自体は、はい、グレーザーズっていうバンド自体は17年、はい、出てるけど、うん、ずっとやってる人誰、この2人、この2人でもボーカルのナナとナナちゃんと、あら、あ、はい、が、うわ、はい、2人ずっと17年、じゃあ核ですね、核、そうですね、うん、ね、はい、お二人の出会いは何だったんですか、出会いそうですね、なんかもう随分古いバンドで、バンドで、うん、知り合ったんですけど、うん、オールディーズばっかりやるバンドを作りたいね、うんうん、作りたいっていうのを言ってて、うん、はい、はは、あ、そうです、じゃあみんなもうオールディーズが好きなわけだよね、そうですね、まあ俺も大好きだけどね、聞いててホッとしますよ ね、 よね、そう、この時代いい曲多いんですよ、うん、こうロマンチックになれるっていうかね、完全にコピーバンド、うん、もう忠実に珍しいそうですね、そういう、うん、割と少ないか、少ないわけじゃないだろうけど、うん、曲をやるバンドはたくさんあるんですよ、うん、そうだよね、結構他にもあるもんね、頑張ってこう、うん、コピーするみたいな、バンドっていうのは結構珍しいみたいで、うん、そういうところで結構お客さんは、ね、お客さんはやっぱりね、オールディーズのファンは結構耳が肥えてますから、うん、そうですね、ちゃんと聞いちゃうんですよ、うん、で、あ、こっち、あの同じようにってわけじゃないんだけど、うん、あのやっぱり雰囲気が同じじゃないとやっぱりね、うん、違うっていう人もいますからね、うんうん、もうよく言われます、あ、なるほど、俺だってキャロルだって違うってよく言われますそれ考えたらね、また別物です、そうですか、ね、でボーカルの彼女もの今日地元ですよね、はい、ちょっとそれぞれちょっと自己紹介じゃないけど、パートとあれをちょっと簡単に説明してもらっていいですか、じゃあ、うん、あ、僕からですか、はい、僕、ボーカルやってます、ロッキと言います、うんうん、横浜市出身でございます、あ、はい、あと何回いくつ今、
今38です。若いです。若いですか。うちの息子と変わらないです。ああ、はい、はい、はい、よかったです。若い。はい。で、はい、そして、はい、5位ってボーカルのナナです。ナナちゃん。ツインボーカルで、うん、やっています。ね、うん、川崎出身。超地元なんですって。そうなんです。だからとっても嬉しいです。ね、ああ、こちらも嬉しい。お母さんがいらしてるときと。ね、ありがとうございます。ドキドキしちゃった。俺がドキドキしてどうする。はい、オールディーズが大好きなので、はい、ああ、そうね、皆さんにも聞いていただきたいなと思っています。そうですか、はい、ありがとうございます、はい、ナナちゃんでした、はい、うん、次は、はい、はい、ギターの京平です、うん、京平さん、こんにちは、僕も神奈川なんですけど、うん、厚木の厚木出身でございます。夏でも厚木、はい、夏でも厚木メンバーの中では一番加入が遅くて、まだ半年ぐらいなんですけれども、頑張ってやっております。曲を覚えるの大変だよ。なかなか頑張っております、ね、お若いですもんね、まあ、結構大変なんだよね、曲って。まあまあいいや。そして、うん、あ、ベースのアンちゃんです。一応、うん、アンちゃんリーダーさせてもらってます。アンマス、はい、風格がありますね、やっぱり、ね、見た目結構ね、あれ、まあ、結構50以上って言われますけど、いつももう大体言われますんで、はい、あと愛知県の瀬戸市出身です。はい、ちょっとこの間地元の方のラジオ局も電話出演させていただいて、うん、はい、宣伝させていただいたんです、ね、ですか、はい、ずっと、初代というか最初からやっておる、うんうん、まあ、メンバーでございます、うん、はい、うん、感じです。はい、ぜひ、こういうファンの人って多いと思うんですよ、はい、この世代の。だって団塊の世代って今人口一番多いじゃないですか。そうですね、一番、はい、こういう時代に生きた人がいっぱいいるってことですね、はい、ね、簡単に考えれば、ね、そうですよね。そうですね、需要はあると思うんです。そうですね、はい、需要あるって、うん、変な、そうですね、まあ万末だからね、そうそうですね、頑張っていただいてね、はい、ボロ儲けとは言わませんけど設けていただければね、はい、幸せになれる、ね、そして後ろのお二方、はいはいはい、ドラムのバディです。はい、東京の大田区雪ヶ谷の出身です、うんうん、でグレイハンズね10年ぐらい前に入れてもらいました。もう、はい、次のもう長いあれですね。そういう感じですかね。10年ぐらいもほとんど同じメンバーなんですけど、京平くんだけ最近入って、ベースとドラムがもうずっとやってるってことだよね。まあ、10年安藤さんにもらって、あ、はい、赤がいいんだか悪いんだか微妙です、微妙ですが、難しいところですね。そんな節目な10年目にしてそうですか、はい、やっとあの形が、はい、形になってすごく光栄だと思います。よかった、聞いてください、はいはい、そしてご陽気な、うんうん、ね、辰巳とも知り合いな、はい、この間一緒にやった。お待たせをいたしました、キーボードのさっきでーす。まっちゃいないけどね、すごいですね、さすがですね、待っていたたー、ありがてー、うん、はい、はい、キーボードのさっきです、はい、僕は15年ぐらい15年ぐらい、はい、あ、じゃあもっとじゃん。そうですね、ほとんど2人の中割いて、はい、ほとんど、はい、そうですね、そういう感じです、ね、はい、あ、そうなん、うん、辰巳とも知り合いで、あ、そうなんですね、辰巳、ね、さんとも、だからこんなになっちゃうんだな、20年以上ですね。え、いつもはお着物なんですって、はい、すごい、はい、いつも着物です。今日は、今日はちょっと用意、今日はそういう話が長くなっちゃう、江戸が似合いそうだもんね、なんかな、ね、うん、ね、でもね、下駄でいらしてくださって、ありがとうございます。曲をかけないで、そう、はい、そうで、そういう賑やかなメンバーでお届けしております。ごめんなさい、もう一回紹介していただきましょうか。では、ロネッツという3人組の、うん、女性のグループの曲を、グレイハウンズの演奏でお聴きください、はい、Be My Baby。 わお、すいませんね、こういうこと語って、いいですね、ホッとするわ、本当にね、もうなんすごいでしょ、レパートリーの数というか、いや相当あるよね、それずっとやっちゃって、もうだとこの辺の曲っていっぱいあるもんね。そうですね、100ぐらいはあるよね、100、ちょっとこのバンド少ない、そう、100ぐらいできないとダメなの。あー、リクエストにも答えてくれる、そういうことで、ね、
結構マニアックな客もいるから、もう普段やんないのにやれとか言うやつの中にいる。お前がやれたそう言っちゃうと終わっちゃうとね。スケーキ会社も昔多かったですからね、ステージも、ちょっとこっち来ていただいて、騒がしい、騒がしい、もう本当に賑やかで、あ、坊主さんで坊主さんそれいいか、坊主さんちょっと早くちょっといい、ハトリさんより先に坊主僕の、ま、後多いですね、あ、じゃないですか、キーボードブラボー、これ全部で何曲入ってるんですか、13曲、13曲でも30分っぽい、曲が短いんだよね、短いんだよね、この曲は、ではまたこう戻って、あの曲もう一回聴きたいなって何回も聴けるからいいですよ、そうですね、次ちょっとメール行きますか、あ、なっちゃいます、うん、はい、はい、ブレイハンズさん集める、ちょっとこれもやっぱイエイエイエイ、ロネッツ、ダイアナロスですね、そうですよね、うん、この人ね、あ、違って違ったナナちゃんが小さい声でしょ、ごめんなさい、誰だっけ、ロネッツはロネッツか、はい、ダイアナロスはシュープリームス、ダイアナロスはシュープリームスでしたね、失礼しました、ロニーちゃん、ロニーちゃんはい、じゃあメールを、メール、はい、いいですか、はいお名前、立川組さん、立川組さん、国分寺の方ですね、はい、グレイハウンズ、うん、花咲く街角、うん、グレイハウンズが演奏するオールディーズが大好きです、うん、イエイ、ライブ会場に CD 買いに行きます、ありがとう、楽しみにしています、ありがとう、ね、うちみとしかつ、ラブ&ピース、同じ空の下から、うん、うちみとしかつ様、うん、よろしくお願いいたしますね、立川組の方でした。どういう組なのか分かりませんが、ありがとうございます、これすごいよ、ね、死ぬようになってます、ね、ね、今日の日が、ね、ワクワクドキドキ、うん、私の思いを託させてくださいませ、はいはいはい、よろしくお願いいたします、はいはい、これはあの、うん、記憶にはね、ね、今日の日が、ワクワクドキドキ、私のもう読んだんだね、はい、私はグレイハウンズさんの大ファンです、わー、ね、素敵、うん、グレイハウンズさんの CD はずっと心待ちにしていました、うん、とても素晴らしい作品でときめいています、よかった、ね、うん、なおちゃん、なおきのボーカルもさることながら、ななちゃん、あ、なおちゃんじゃない、ななちゃん、なおさんでもなおちゃん、なおちゃん、まあいいやこれぞグレイハウンズでしたね、うん、グレイハウンズさんの生ライブは、うん、歌姫ナナちゃんのキュートのダンス、生かした直樹の情熱的なパフォーマンス、メンバーさん皆さんのアットホームな、うん、軽快なトークも必見、オールディーズの魂は今まさにグレイハウンズが受け継いでいると感じています、うん、グレイハウンズさん、出会えたことに感謝しています、ね、グレイハウンズさん、皆さんが大好きです、ありがとうございますっていうね、うん、ありがとうございます、ペンネーム、はい、恋してるラーメンマン、え、センキューよ、なんか記憶ありますか、ね、誰だか想像つかない、はい、今想像つかないです、そうですか、どなたでしょう、世代の人が想像つかない、うんうん、恋してるラーメンマン、センキューより、できっとライブに来てくださってるってことで、ね、CD も買ってくれるってことも聞いてくださってるってことで、今度じゃあ会場で聞いてみたらいいかな、そうですね、ね、わあ、すごい情熱的なメールですね、じゃあもう一曲いきますか、ね、そうです ね、うん、はい、じゃあもう一曲お願いします、曲、はい、うん、こちらじゃあ僕が歌ってますね、うん、こちらポールアンカの花でございますね、聞いていただきましょう、ダイアナ、キャー、いやもう声痛くなる、踊れないです夏でもあんな前よ、オールアンカいらないよ、オールアンカ暑いでしょ
アンカル。こんな感じですね。あんちゃんが全てを大ちゃんメニュうわぁ、なんかここは爽やかですね。ここはここはね、うん、だんだんグレーハウンズ T シャツ臭い感じになる。 T シャツ着てます。 T シャツ、うわぁ、発売してるそうですよ。はい、ね、売ってます。各ライブ会場で、はい、なんか後ろで渋いですね。じーっと佇んでらっしゃる。ピンクもあるんですね。そうなんです、ね、女性用のピンクとか水色とか。あ、でもこれだけでも3種類あるもんね。これで男性は3種類、ね、男性でこれピンクと4種類ですか。とあとブルーが、ブルー性は、はい、小柄な男性でしたら、あ、大丈夫ね、小柄でちょっとこういう、はい、これですか。ちょっと下田先生系だったんで、ね、この間ここの近く行ったけど、でもなんかこの方たちがこうなんかかっこよくってなんか想像つかないですね。よく言われますね。トークも面白いでしょ。トークがね、激しい、激しい、長くて激しい、長くて激しい、動くことで我慢する。でもあれでしょうね、キーボードの方もこう忙しいでしょうか。同じ、はい、ブラボーです。仲間はい、コラさん、ええ、コラさんっぽい、これが結構メール来てる、はい、いや、うん、ダイアナ懐かしいですね、いいですね、なんかね、よく聞きましたよ。大体そういうお店行くと必ずかかってます、うん、かかってるか、演奏してましたね、うん、で俺が新宿出た頃は、まあ、こういうお店とあと普通にあの、うん、バンドがあのストーンズとかやってるビルとか踊る感じの、うん、あの、リズマンウルスかな、はい、ダンスかディスコっぽい感じのやってる店と何種類かあって ね、うん、そういう店と、うん、あの全然踊らせるっていうか聞かせるっていうかこうなんていうの、うん、踊るところとずっと、うん、休むところみたいな、あの2バンド出てたりしてたもん、ね、そういう店だから、あの飲み屋行くとさ、ね、あのそのバンドの連中がいっぱいいるわけよ、うん、そあのステージごとに1回出てまた戻ってくるんだけど、うん、セットがそのまんまになってる、焼き鳥が食いかけそのまま残ってそれまた食べちゃう、ね、そっからもう動かないもう終わる頃にはベロベロになってるってことですかね。じゃあメールいきますか、少し、ね、メールね、もう一回いっちゃいましょうね。じゃあ、すいませんね。あ、じゃあ北郎呼ぶんか、はい、お願いします。北郎から来てます、ね、うん、内海さん、愛美さん、こんにちは、北郎です、ね、先週農協、駒ヶ丘か、うん、駒ヶ支部の日帰り旅行に行ってまいりました。若いガイドさんまでついてのバス旅行ですとね、うん、でどこに行った、うん、まあコースは、東京都庁の見学、新宿京王プラザでビュッフェ、ルミネ、うん、吉本で大笑い、というコースです。なんか笑って終わってって感じ、ね、うん、なのでとても近いところで楽しむという旅行だったんです。しかしまあ JR 新宿駅のところにお笑い会場があるなんて知らなかった。前から、ずいぶん前からあるよ。うん。出演者は、若い人が多いかな。トレンディエンジェル。うん、ノンスタイル、キングコングなどだと、テレビでよく見かける人ばかりでした、ね、うんうん、約200人ぐらい会場が満席で、しかも、うん、若い女性ばかり、おまあしかし笑っちゃったな、ね、そして楽しかったですねと、うん、ね、やっぱライブはいいですねと、うん、ね、その空気感がいいのかな、まあそんな一日でした。エミさん、はい、今度行ってみてくださいって、はい、行く気あるはい、とかご
水センターラバー、はい、じゃあもう一つ読んで、はい、ありがとうございます。ちっこさん、かっちょいい曲またお願いします。今日どうですか、どうですか、どうですか、グレイハウンド、いいでしょう、うん、ねえ、こんにちは、ちくろです。先週は失礼いたしました。千葉に行ってました。片貝から犬吠埼まで回ってきました、うん、あ、いいですね。台風の翌日だったので海が茶色でびっくり、え、茶色になっちゃってたんだ。さすがにサーフィンしてらっしゃる方はいなかったです。あ、地震、そうね、さっき地震ありましたもんね。あったって、俺気がついてた、うんうん、ね、そうね、打ち合わせ中にありましたよ。マジかい、うん、スマホ鳴らなかったぞい。今月のライブはどこに行けるか検討中です。鳴ってました、はい、あ、そうですか。ちょっと疲れ気味なんで早めに癒されに伺います。どこ行くのって、どこ行くのって、じゃあライブですよ。ライブか、はい、ですね。はい、面白い。じゃあね、うん、今日はもうたっぷりかけて聞いていただきましょう、うん、ね、じゃあもう一曲、これも俺知ってるよね、うん、ね、じゃあもう一曲ご紹介してください。はい、はい、それでは、私が一番得意としてレパートリーの多い歌手、うん、はい、コニー・フランシスのナンバーを聴いていただきたいと思います。カラーに口紅、キュッ。やややはみんなで、え、僕と二人くらいかな、二人で、なんか喜んでやりそうですね、さっき。喜んで、いやいやって言いながら、いや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 、これ難しかったのは、あの、コーラスが音合ってない、合ってないの、その、え、あ、外してるんですね、元が、元が、元が、で、それを外して歌うのがすっごい音合わせる方が簡単です。初めからそうなんですか、初めっていうか、元が、元のコリアンさんの方が結構そういうのある、いやー、なんかじゃないと思うんですけど、その頃はそんなにたくさんのテープがあったわけじゃないので、いいんじゃないっていう、多分そこも忠実に、はい、だからあれなんかそうだよね、山田家、なんて曲だっけ、インザナイティザなんだっけ、スタンバイミー、あれなんかもさ、イントロ聞いてるとすごいフラットして入ってる、はいはいはい、そうですね、だからあれ雰囲気でそういう風に聞いちゃってるけど、実際音程だけ取るとあれおかしくねと思う、途中でおっおっってなってますね。声に説得力があるのかもね。完全に間違ってるのもありますからね、あれって音間違ってる、そうです、全然、うん、それがそれでいい、良くないですよね、エルビスとかも、本当にそれはそれでいいですね、レッドイットのミチアオとかね、大人っぽく歌ってますね。大人っぽくて、まあ、元がそうなんだろうけど。大人ですわね。元の曲に似せて歌うように頑張っています。君は何を言ってるんだ。じゃあほら、お可愛らしいから。そうね、もう元のコニーフランシスうん、年と比べたらだいぶ大人だからね、これを聞いてやっぱり夢見ちゃうわけよ、ね、ああそうですね、なんかこういい時代だったんだな、はい、なんかこれからかいろんなものが良くなって変わっていくから、はい、いや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 、うん、懐かしいです ね、なんかこの曲聞くとね、うん、その時代を思い出しますね。ああ、ね、そうですか、何がありました、え、何がっていうわけじゃないですけど、高度成長期じゃないけど、もう頑張れば頑張るほどいいものも手に入る、うん、でなんか世の中もなんか変わりそうみたいな、うん、ワクワクした時代っていうんかな、あのちょうど第二次世界大戦が終わって、うん、もう好景気になりつつあったからね、うん、戦争のおかげですけどね、朝鮮、まあそれ言い出すと また話が違うとこ行っちゃうです、ね、その辺のことも、ね、あのライナーノーツの方に書いてあるんですか、結構ありましたので深いです、よかった、よかった、ねね、買って、ね、明日発売ですからね、はい、明日です、はい、じゃあもう一回メール読んじゃうか、そうです ねもう読んじゃいましょうね。じゃあリトルレディさん、はい、ね、お願いします、うん、こいつは答えで行かなきゃいけないの、俺、チームさん、エミさん、こんにちは。まだ台風来そうです。ね、多いですね。そう、13号。この夏、浜松の楽器博物館に行きました。チームさん、エミさん、行ったことありますか？行ったことないよ。うん、行ったことないよね。ないです。初めて行ったことない。こんなとこあるの？楽器博物館。知ってます？楽しいです。あ、楽しいですか？行ったことある。見たことないパーカッションとかいっぱい見た。あ、そうなんだ。
面白い。あ、じゃあ一回行ってみたいね、うん、私は数回行ったことがあるのですが、うん、何回行っても楽しめます、ね、毎年、あ、今年初めて行った娘も喜んでいましたと、うん、今年はテルミン、テルミンがあった、あ、テルミンみたいなやつすごい、ね、楽器に触れず電磁波を操って音を出すという、名前は聞いたことありましたが、生演奏を聞いたり実際に弾いてみたのは初めて、うん、とっても楽しかったと、あ、弾くというより音が出たという感じですか、うん、ロシアの人形のマトリョーシカの中にテレミンを入れた楽器、マトリョーミン、マトリョーミンも体験できました、うん、内海さん、恵美さん、テレミン弾いたことありますか？ないです弾いてみたいね、うん、あ、でもなんかね、見たことあるし、触ってはいないかな。あ、そうですか。でも一回やったかな。なんかね、でもなかなか難しいね。あの、うん、場所が決まってて。うん、おお。ええー。ってことで知りませんでした。はい、ね。あ、告知もあるから。はい。うっちゃーみーさん、こんにちは。私自身今日までさまざまな壁にぶち当たって生きてきました。とそういうふうに言うのがケリーさんですね。そうですね。うん。壁に当たったからこそ成長できた。うん、チャンスをゲットできたと痛感しています、うん、はあ、うん、いいこと言うな、だから壁に感謝しています、あ、うん、ね、過去の壁をカウントしたらキリがないくらい、だからカウントしません、そうですね、うん、これからも壁を怖がらず前進したいな、うん、うっちゃんの鳥のように聞きたくなりました、愛しのケリーよ、ね、次回かけます、壁だらけですね、うん、そう、うん、まだこれから壁に挟まれてね、息ができないね、じゃあジョニー大口クラン、あ、ゆうのすけクランスケじゃし内海さん、恵美さん、こんにちは。そして内海さん、先週はハイダウェイお世話になりまして、ありがとうございましたね、うん、はい、次はこうちゃんの誕生日ライブでもよろしくお願いします、うん、楽しみにしております、うん、台風がまた来るみたいですので、お二人とも移動の時は気をつけて、ありがとうございますね、うん、ちくろさん呼んで、うん、ちくろさん、ちくろさんまだあ、どっか行っちゃったちくろさん、じゃあ脱ぎます、うん、かっちょいい曲リクエスト、うん、またお願いします、うん、あれ、さっき先週は失礼いたしました、さっき読みました、ちくろさん読みましたか、うん、自信のちくろさんでした、はい、すいません、俺この間あの1曲目にライブで1曲目に歌った曲を最後に、じゃあこれで最後にまたやったったんですよ後から逆から聞かされてちょっとショックだったね、あ、そう、さっきほら、リクエストにもありました、うん、ね、次ほら、ナナちゃんの曲ですよ、ナナちゃんの曲ですよっていうか、行きましょう、あれですけれども、あ、これ次はこっちです、こっちですね、直樹が歌って、僕の、あ、直樹さんが歌って、僕の曲、うん、はい、じゃあデルシャノン、うん、デルシャノン知ってます、はい、方の、まあ悲しき街角の方がね、うん、有名じゃないかと思うんですけど、うん、こんなのも、うん、入れてみましたというね、こんなナンバーお届けしましょう、はい、うん、花咲く街角、じゃあごめんなさい、さっきちょうどどこだっけ、アナログ版
そうですね。だからこれがアナログなのかステレオなのかの判別もやって、アナログだったらそっちに。はい。はい、ね、今盛り上がっちゃいました。そうそう。でこれはねちょっと YouTube 必見です。裏の会話がもうすごい盛り上がり。そうですね。アナログ版もいいかなって感じしちゃうよね。ね、お伝えできないことは ね楽曲裏で言っちゃってる。あとじゃあ、うん、ちょっとさ告知、ね、あそうですね、しましょうよ。うん、ね。どうですか、これがまあこれからですよね、今日が7日ですから、はい、あれ今日7日ですよね、はい、はい、そうですね、明日からですね、そうです、あのライブが始まるっていうか、ね、うん、じゃあご紹介していただけます、もらったところでもいいですし、じゃあとりあえず明日は、はい、恋場のジョニーエンジェルというので、うん、まあ、あのリリースパーティー的な感じで、ですね、うん、まあ、ちょっと、はい、なるほどね、こうみんなで、明日があれですもんね、発売日です、ね、そうですね、なので、はい、そしてあとはあの11日ですね、11日、日曜日ですけれども、昼間、1時ぐらい、12時からね、川崎の、うん、ラ・チッタ・デーラの噴水広場でですね、うん、演奏させていただく機会がありまして、うん、はい、そこで、あそこタワレコもあるからね、そうですね、エアプレーンさんともエアプレーンさんとタワレコの共同開催でやっていただく、なるほど、素晴らしいですね、初ライブ、演奏後にあのサイン的なものもいっぱい書きたいと思いますね、奈々ちゃんがね、リリースとライブプラスね、そうだからね、最高だよ、そうですね、その日に CD お買い上げいただくと、サイン会に参加していただけるということらしいです、すごいね、同級生集まれって言います、同級生そうですね、お母さん友達も来てくれるね、その日の夜、館内で、ハート&ソウルというお店がありますね、館内駅ですね、センタービル、駅前です、駅前ですか、あと今月いっぱいライブあるんですけど、ちょっと遠くに行くので、そちらの9月の17日の土曜日、岡山県で頑張っていきましてですね、タックテイルというお店でやりますね、そちらももう CD たくさん持っていきます、よろしくお願いします、その次の日、9月18、そして9月19日は、京都の祇園ジョニーエンジェルというところでやりますので、そちらもぜひぜひ京都まで行きます。なるほど、その後、ちょっと飛びまして、9月の28日、うん、こちら群馬県まで行きましてですね、うん、前橋のヘレンのパブというお店で、うん、やりますので、ぜひぜひ。はい、はい、そうですね。温泉がそうですね、地方の方はこんな感じでですね、うん、あとその間に、東京都内千葉とかですね、うん、新百合ヶ丘、立川五反田等でねやっておりますので、忙しいですね、そして、うん、あ、そう、そして今夜は、うん、恵比寿のじゃんけんぽんで、ね、やりますので、この後、うん、ぜひぜひ、これ聞いていいなと思っていただいた方は、しかし12時過ぎまでいれば帰るかもしれない、そうですね今応援メールが来ました、はい、あ、はい、もう告知終わりました、あ、大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます、はい、グレイハウンズ大好き親父さんからですよ、千葉県から、ね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、CD 発売おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、千葉での今月のライブ楽しみにしてます、うん、また癒されに娘と行きます、うん、もちろん CD も買えますよということで、もう一枚、あの方かな、あの方かな、もう一枚、いつものカメラマンです、うん、ラジオから流れてくる曲最高です、うん、明日の CD 発売記念、恋はジョニーエンジェルのライブ行きます、ね、iPhone から送信まで読んで、ありがとうございます、ね、iPhone からありがとうございます、ありがとうございます、ね、中で聞いてくださってたんですよ、そうですよ ね、だからすぐもメール、早速来たわー、嬉しい、すごいですね、うん、レールの再現度がすごいね、もうほんとさ完璧だから、ね、完璧です、うん、じゃあ曲ね、もうまだ時間あるね、はい、たっぷり聴いていただきましょう、はい、じゃあ次の曲を紹介ください、うん、ではバラードも1曲お送りしたいと思います、うん、元はヘレン・シャピロが歌っていました、うん、私が歌わせていただいてます、うん、悲しき片思い、はい、いいですね、今の紹介でした、悲しき片思い大体そんな感じです、だって俺の世代みんなこれ聞いたことあるメロディーだ、肩が気になる、あ、肩は肩重い芸が細かいですねダジャレやもやしキーボードしながらもI'm
割とお客様に人気がある入れてあるとか、やってるんで、やっぱり気になるのが、ねあると思います。そこにあるからね、そこの中もやっぱり、でもなかなかすぐにしてくれるバンドってそんなにいないね。だからある意味重宝がられてると思う。そうです ね、 あこの時行けば、このある曲やってくれるってみんな思う。そうですね、全部リクエストとかのレパートリーとかもあるん で、 ある で、 でそれみんなお配りして、持ってる、はい、お配りして、それでそんなから好きなのをリクエストしてくださいってやってる、はい、そうするとできない曲が来にくいっていう利点があるから、もう本当そうですね、レストランのメニューでこれですってもうメニューと一緒なんで、もうこれだったら完璧にできますよってことなんですね、はい、じゃあこの曲のエビフライとかしてすいません、それで俺に歌わせるみたいなやつはそんなに一緒にいないですね、あんまりいらっしゃらない、まあ、うまければいいけどね、まあまあまあ、そうですね、まあ、さすがにね、そういう企画もやったことあるんですけど、グレーハウンズと一緒に歌おうみたいな、でもこの、ね、この時代の曲ってちょっと簡単に歌えない曲結構あるの、音域とかさ、考えてで、ね、後ろもちゃんとしてないとこうなんないですよね、だから、これをこういう演奏をし、はい、バックにして歌いたいって思うやつが出てきてもおかしくないと思う、はい、そう、こんだけやってくれたから、言っていただけると、ね、気持ちいいと思う、逆にそういただけると嬉しいですよね、別に生オケってのはあったんだよ、ありましたね、まあ、でもまあそれもまあカラオケができちゃってからクラブで、クラブじゃない、クラブじゃない。バンドやってらっしゃるお客さんも多いですね。そうだね。うん、やりたい。あ、ね。ね。ね、完成度高いですね。すごいです。ありがとうございます。もう本当に、なんか。ね、こういう、ね、頑張って、ね。好きな人もね、いっぱいいますからね。でね、そういう CD 録音にもすごくあれでしょう、手が込んでいるというか。ね。いろいろこの音重なってんじゃないかみたいな、想像するとね、いろんなことあると思うんです、いろんなことをやってみたりとか、ね、アナログ版でしたからね、この時代はね、だから俺もそういう印象が強いっていうかね、だからそういう時代のなんかを感じさせるものはなんか あるんだね、やっぱね、思い出ですからね、音楽って ね、職人芸ですね、すごいです ね、まあ、いよいよはもう最後になっちゃいましたけど、もうみたいな、タモリじゃないんだよ、ね、最後にねこれを聞いてお別れしましょうか、はい、あ、はい、わかりました、それじゃ あ、 最後に、こちらもコーラスとかね頑張って、みんなで別撮りで撮ったりして、はいはい、もうすごい頑張って、録音しました、ダニー&ザ・ジュニアーズのナンバーでございます、アット・ザ・ホップ、これあれだよね、あ、日本に来たバンド、またじゃったクールズなんかの中で、あ、シャナナとかで、シャナナですけど、似たような曲っていうか、ちょっとこれ違うのかな、そう、ヒアトゥーステイです、ロックンロールヒアトゥーステイに、そっくりそっくりですよね、はい、まあパクってますって、まあまあまあそうですね、あの曲はもう完全に新井武ってダウンタウンの、はいはい、あれスモーキーブギーって政権マネーメーカーって曲ってそのまま撮ってたじゃん、じゃあそれをちょっと話してたら、あのシャナナのやつが、そんなことは気にして、俺なんかだってもっとこれに近い関係ねえんだとか言われたんだけど、あ、そうですね、あ、そうかなとか、その辺もなんか自由な時代、そう、そうだろうね、多分そうだろう、じゃあ途中で入りますね、ね、BGM です、BGM、音を少しにしてください、もう少したら、はい、はい、ということで ね、今日はね、グレイハウンズの、ね、グレイハウンズというね、なんでにぎやかで楽しいんでしょう、なんか懐かしい感じでしたね、うん、まあ、俺が懐かしいと感じるのはやっぱり俺のガキの頃に聴いてたからだろうんだけどね、実際に聴いてましたから、うん、
ドキドキしましたね。いつも耳元でちょっと賑やかに歌っててほしい感じです。つけますからいいですね。24時間体制でいいですか。なんで贅沢な嬉しい、ね、はい、ということで、うん、ありがとうございました。グレイハウスさんに来ていただきました。レコ初ですよ ね、はい、ね、はい、頑張ってください。またライブもね、後で動画撮らせてください。はい、それでは次のコーナーに行きます。イエイ。はい、どうもありがとうございました。後で向こうで動画撮りたいんで。はい、今日はグレイハウスさんに来ていただきました。はい、ね、エアプレーンの所属です、うん、私と同じです、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ああ今日もライブですけども、はい、これからずっとライブが続く。そうですね、はい、うん、CD を引っ提げ、はい、ね、よろしくお願いします。 CD の聴きどころは、聴きどころ、そう、全部でしょ。全部ですが、これはもう完全なるコピーで、原曲に忠実にという、はい、もしそれにこだわってお持ちでしたら元の、うん、歌手の曲を聴いていただいて、改めてグレイハウスのものを聴いていただくと、うん、さらに面白いです。勝負できましたねいい聴き方です ね、はい、コーラスワーク、あー、なるほどね、いいところです。パーカッション、おー、はい、出てきますね。 T シャツは3000円で、 T シャツも私も1枚いただきましたね。あー、ねえ、ね、よろしくお願いします。6月4日発売です。はい、明日小岩で、明日小岩で、はい、じゃあ奈々ちゃん一言お願いします。はい、 CD は普段ライブでできないこともたくさんやっていますので、ぜひライブも見に来て CD も聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わお、完璧はい、ありがとうございました。